ペンデュラムキャストとオーバーヘッドキャストの違いって何ですか。垂らしの長さだけ、いや全く投げ方がね全く違うんで、それはですね今ここではあの俺がこう言えないんで、ネットで検索してください。あの言っておきますよ、あのいつも皆さんがこれに聞いていただいてこう勉強していただいておりますけども、ネットに書いてある半分はすいません僕はインチキだと思っております。全然違うことをですね、ネット上では平気で皆さんこう言ってしまうというのがありますんでね。例えばステラが、ね、出てその後にバンキッシュが出たら、あのネット上でどういうふうに言われたかというと、バンキッシュステラを超えた、超えられるわけないじゃん、足元にも及ばないよ。でも軽いのが好きな人がこう見る、わあこれステラでいいじゃんになっちゃうんですね。でもステラ使ってる人ってバンキッシュ触るとなんだやっぱこんなもんかになるんですよ、ね、だからこれ人のによって、この間はこの間でストラディックが出たらもうステラ並み、いやステラ並みになるわけがないじゃん、ね、でもそういうことがネットで書かれるとお客さんが来て、松さんそれストラディック見せてください、これですよね、あのステラ並みになったって言われた理由、いやいや全然あの月とすっぽんぐらいに、あのこれがこのリールが広いわけじゃない、あまりにも確かにこの金額ですごくいいリールにはなったんだけど、ステラ並み、いやいや一緒にしないでね。それってあの仮にレクサスの600を乗っかってる人がですね、プリウス並みプリウスがレクサス並みになりましたねってこう言ってるようなもんですからね、はい、全然別世界でございますよね。起動が見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。